はい、どうも皆さん、こんにちは。メリークリスマス。ということで、今日はね、1年でもうビッグイベント、クリスマスということで、このサンアンドレアスでもですね、もう最大のイベントとも言えるカジノ強盗ね、クライマックスということで、今回はね、この最大のイベントをやっていきたいと思いますよ。サンアンドレアスの楽しみやな。ここまでね、頑張ってきましたからね、あとは強盗するだけということで、全くどういう感じになるのか想像がつかないんですけど、完全初見なんで。ブレイキング・ザ・バンク・アット・カリグラス。おお、来た。カリグラスを強盗するぞと。準備は完璧だ。裏口だよ。あ、せっかく、あれ、着替えてきたのに。全身タイツ着替えてきたのに。これもかっこいいな。ああ、バッチリだ。輸送車で移動中だ。カリグラスカジノへ行け。オッケー。じゃあカジノまで行きますか、とりあえず。え、なんか催涙ガスみたいなのある。え、すげえ。え、ミニガンと暗視ゴーグル、ショーンピストル。なんかいろいろ武器が補充されましたね、このミッション行くだけで。オッケー。じゃあカリグラス行こう。ロージーのね、ロージーのカジノ。よし、着いたぞ。久しぶりやな。なんか、フォレッリをね、リバティシティで倒して以来、カジノでは目立った行動を避けろ。オッケー。これ、ホテルのなんか、あれかな、ボーイみたいな感じの。あ、これ、あれか、ドレスコードかな。オッケー、始めるよ。落ち着いて。声がイラついてるよ。まずは従業員通用口、カード式のドアを探して開けろ。なんか字幕恐ろしく早ない？なんか今回カード式のドアを探して開けろ。どこやろ、この黄色のマーカーのとこかな。こっち？ここか。見かけない顔だな、新人か。やばい。ええ、病気のジェリーの代わりに。ジェリー 黙れ。映ったかな。ジェリーって誰やねん。すごいな、とっさに全然知らん人の名前を言うんやな。下の階だ。オッケー、入った。すげえ、めっちゃ作り込まれてる。あ、なんかおる。え、制限時間あるやん、しっかりと。発電室。部屋に奥にある換気口にガス弾を投げ込むんだ。あ、そのためのガス弾か。催涙ガス。ポーン。OK。お。ゲホゲホ。降りないと効果は分からねえな。心配ない。先を急ごう。防犯ドアをカードで開けるんだ。防犯ドアどこ？カード式のドアを探して開けろ。緊急照明プログラムに侵入した。ダムの爆弾に点火する。よし、やるぞ。おお、すげえ。これか。うまくいった。何も見えねえ。あ、これで暗視ゴーグルね。はい。おお、すげえ。サービスエリアへ。え、待って、マジでサンアンドレアスマジで神やな。楽しすぎ。え、こっちか。クリスマスにふさわしい、あれやな、企画やな。ミッションや。こっちじゃないんか。え、これ全部暗い？全部。あ、でも意外と見えるな。なんか、全然見えるわ。なんか、暗視ゴーグルなくても。停電で、ゲートのロックは解除。ゲートは自分で開けてくれ。はいはいはい。やっぱちょっと暗いな。フォークリフトでシャッターを開けろ。フォークリフトどこ？フォークリフト、あれか。オッケー。すごいな、でも今んとこ全然バレてへんで。え、ちょっと待って。制限時間やばい。いたいたいた。ちょっと待って、これめっちゃ操作しづらい。フォークリフト。オッケー。そうそうそう。小回りがめっちゃ効くんよな、フォークリフトって。おりゃ。よし。で、こうか。おお、いいね。
いいんじゃね？あ、取られへんか。よし。ウィーン。オッケー。お、なんか来た。え、仲間？あ、仲間か。オッケーオッケー。入れたんか。レイアウトを全部頭に入ってる。すげえ。いや、あかんやんけ。くそ、模様替えしやがったな。そこは模様替えしようがないと思うけど、ドアの位置は。7分で金を運び出せ。マジ？ちょっと待てよ。マジか。立ちふさがる警備員を排除しろ。もうあれやん、もうスニーキングとか意味ないやん。オッケー。えぐいな。ちょっと待って。あ、そうか。催涙ガス変わったんか。もう M4 で一掃するか。うらうら。ゴーグルの方がいいな、やっぱ。ウィーン。おお、見えるぞ。おら。オッケー。気持ちいい。あれ？こっちじゃないんか。金どこ？おお。おお、やばい。オッケー。で、あと一人。仲間と一緒に金庫室へ向かえ。金庫どこ？もうすぐだ。すいません。こっちか。すごいな、ウージー。まあ、ウージーからしたらこの暗闇は一番都合がいいかもしれないですね。爆弾をセットする。すげえこれ。誰かがシステムに侵入した。何？緊急用の発電機を動かそうとしてる。戻って発電機を壊してくる。かっこいい CJ。 これか。おい、予備の発電機を破壊しろ。上か。上ね。なんか敵おりそうやな。うー、おったー。いた。結構やばい。手強いな、やっぱり。ほい。これでいいんか。あ、間違えた。起爆装置で、OK。戻って仲間の無事を確認しろ。よしよしよし。いい感じだね。全員退避だ。クソ、私はどこに行け。面白いな。金庫室に入れ。マフィア？え、レオーネか。クソ、バークレーめ。バークレー、ここでも邪魔してくんのか、あいつ。マフィアどもを迎え撃て。やばいぞ。えぐいえぐい。よし、ゴーグルかけて。いいだ、おい。もうおった。目の前におった。ホラー映画みたい。え、ちょっと待って、撃たれへん。オッケー。あ、ローリングしてくる。あいつら。やば。どこや。痛い。強っ。うわっ。危ない。お、ヒットマンに到達。動きながら撃つことができる。やったね。この状態で、この状況でヒットマンはでかい。で、バンまで仲間を護衛しろ。なんだって？敵めっちゃ多そうやな。練習通り2人ずつ行け。練習したんや。なんか可愛いな。もういい、全員カールに続け。グダグダやん。うら。え、どこ行けばいい？こっち？おお。やばいな。怖いぞ。え、ちょっと待って、そんなまっすぐ行ったらあかん。うら。ちょっと待って。結構強いぞ、敵が。やばい。うら。痛い。オッケー。
でこれで瞬時にリロードして、怖っ、ウージーいた、やばいやばい、あっ、強っ、マジか。よし、今回はねだいぶ体力をセーブして乗り越えてきましたよ。練習通り2人ずつ行け、ここからやな。よし、うお、怖い怖い、こういうとこは壁打ち結構強いんですよね、仲間が邪魔や。うわ、よし、でこれ仲間が死んでもアウトみたいなんで、ここそんなところでボラッチしたらあかんやんか。やばいやばい、ちょっと待てよ、こういくか、よし、当たってないか。こいつをまず始末して、おい、お、こうか、 OK、 壁と近すぎた、 OK、 でこっち行きの、クソおるな、おお、うわ、 OK、 あ、敵強いな、やっぱボーダーアーマーすぐ溶ける、さすがマフィアやな。さあモテキはいないか、お、バイク、 OKOK、 トラックに乗れ、2人は警官の制服を着ろ、おお、すげえ、本物の警官みたい、かっこいい、ウージーめっちゃ面白いですね、いいキャラしてるわ。エレベーターに行け、敵の注意を引きつけろ、うわ、こっちはおとり側か、え、こっちは取られへん、残るはあんた一人だ、一泡吹かせてやるぜ、屋上まで誘導しようか、うわ、マジか、バークレーの野郎、うわ、オッケーオッケーオッケー、壁打ちマジで強い、イモリ、え、うお、びっくりした、え、まだおる、おらんか、オッケーオッケー、やばいな、おい、やばい、めっちゃおるめっちゃおる、うわ、え、あ、びっくりした、バグか、おい、やばいぞ、え、あいつどうしたん、あいつ病気、え、なんなこいつ、怖いんやけど、え、え、なにこいつ、あ、死ぬんかい、びっくりした、あ、あっちにボダーもある、でかいでかい、よっけー、残しといてよかった、いざとなればね自販機で回復できるはずなんで、おるか、あー、おるおるおる、おら、オッケー、これ飲んで回復するか、マシン使う、一応ね、ごくり、回復できんの、あ、したしたした、オッケー、強っ、オッケー、エレベーター、ピン、屋上出ろ、屋上、あ、やべやべやべ、おる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 、こっちか、おーい、なるほどね、そういうタチの悪い配置ね、あ、もう終わった、なんや、なんかもっと階段あるんかな思った、屋根の先にパラシュートがある、はあ、え、でどないすんのこれ、あ、チェックポイント入った、パラシュート どれ、あ、当たった当たった、え、これはボーダーアーマーか、おい、屋根の先にパラシュート、あ、こっちかこっちか、オッケー、敵おるんかな、あれは味方、痛い、やばいやばいやばい、マジ、あの、ここ越えたらえぐいことになるから、リモート爆弾じゃあかんもんな、どうするか、あ、ミニガンあるやん、ミニガン、え、これやんな、あ、そうか、こいつらが降りてくんのか、お前か、いらんことばっかしやがって、ほんまに、オッケー、そうか、こいつら機動隊か、だからあんな強いんか、
よし、パラシュート武器変更。ほい、空中でパラシュートを開くには R2 だ。あそこおる。なるほど、なかなかむずいな。行くぞ。おい、向かいのビルまで行けばヘリコプターがあるぞ。よし、さあ頑張れ。もうちょっとや多分。え、なんか来た。マジ？お、なんか来とる。マジか、ひっきりなしに来るな。まあしゃあないか、火事の強盗したくらいやから。いてー。え、ちょっと敵かいお前。あの変装してくる取ったやつらちゃうんかい。オッケーオッケー、よしよしよし。やばい、撃たれてる。隠れ家行け、急げ。オッケーオッケーオッケー。サーチライトの切り替え。へえ、こんなんできんねや、警察のヘリ。初めて乗った警察のヘリコプター、サーチライトね。ピカ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 。それちゃうか。あ、隠れがあれか、あの飛行場か。オッケーオッケー、頑張れ CJ。 いや今回なかなか迫力ありますね。ウージーのキャラと CJ のキャラが光ったな、このミッションで。あのカリギュラスの火事のね、中毎回流行りたいな。でも多分あれかな、ミッションの中でしか入れないみたいな感じやったらちょっと残念やけど。 OK。 お、カゴボブや。おい、ピョイーン、到着。ちょっとこうか。 OK。 お、ゼロどこだ。バークレーにゆっかりバラしちゃって。家まで送ってくれ CJ。 ゼロが。おお、1、10、100、1000万、10万。やば、報酬でかすぎやろ。ディーラーの制服がクローゼットに届いた。あ、あれディーラーって言うんや、あのかっこいい服装ディーラーね。オッケーオッケー。じゃあ、お、携帯。てめえら二人で裏切りやがった。あ、サルバトーレ。金が入ったから買い物に行くとこだ。失礼するぜ。くだばれしね。すげえ。マジでこんな会話あるんや。CJ マジで肝っ玉座りすぎてかっこええ。すげえ。こんなつながりあったんや。サルバトーレは CJ に裏切られたと。過去に。なるほどね。いや、最高の展開で終わりましたね今回も。ではね、クリスマスのイベントとして、カリギュラスを強盗しましたよということでしっかり終わりましたけど、またねストーリーの方もこれからどんどん進めていくので、あのサイドミッションもですねまだちらほら残ってるんで、それもクリアしつつストーリーもねしっかり全クリ目指していくんで、また楽しみに待っていただけたらなと思います。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。